はい、銀馬です。なんちゃって暑いよ。夏は暑い、当たり前だよ。はい、ゆうせいです。お疲れ様です。いや、暑いね、本当に。夏のメリットとデメリットを言ってみようか。夏ってさ、暑いってことは風邪ひかないんで、夏に風邪ひくやつってあんまりないよね。暑い方がさ、死なないよね。まあ寒いよりは暑い方が病気にならないっていうのがあるんだ。風邪をひかないでしょ。で、一応熱中症っていうデメリットがあるのか。体温が上がって、脳幹がさ、なんか温泉卵みたいになるんだってね。なんか半熟卵みたいな感じです。で、意識を失って倒れて死ぬんだよ。それぐらいかな。夏のメリット、デメリット。メリット、ビールが美味しい、アイスクリームが美味しい。まあ夏に鍋食うやついないよね。まあラーメンはたまに食べるけどさ。で、やっぱ暑い南国ってさ、服を買わないから経済的だよね。だからさ、風邪ひかないしさ、その衣食住がさ、楽になるよね。そのお金がかからないんだよ。だから南国は暑い国ってさ、 T シャツ1枚じゃん。だって草履とさ、短パンと T シャツ1枚でさ、年1年中過ごせたらさ、楽だよね。服好きな人はちょっとあれだけどね、冬服着込んでさ、ファッションが好きな人はあれだけどさ、まあコストかからないよね、夏。まあ冷房がかかるぐらいでさ、それ以外はほとんどかかんない。まあ、湿度が低ければさ、まあ、あの網戸にしてさ、昔みたいに扇風機でしのげるんだけどね。今はまあそういう建屋の作りになってないからさ、結構大変なんだけどさ、っていうとこかな。あとなんだろうね、俺もどっちかさ、冬よりはさ、夏の方がまだいいかなと思うけどね。なんか冬は冬で鍋とかも美味しい。夏はさ、やっぱり冷やし中華とかさ、そうめんとか、あのスイカとかさ、夏の風物詩があるじゃんね。花火大会とかさ、まあ別に行かないけどね、めんどくせえから。まあ、海もあんまり行かないけどね。まあ若い頃は夏って言ったらさ、やっぱり海行ってさ、みんなでさ、キャンプしたりとかさ、花火したりとかして遊んでたけどね。まあそんなとこなんじゃないの。すごい電気代がかかるよね。けど病気になりにくいと思うけどね。だから冬ってさ、結構関節痛くなったりとかさ、年取ってくるとさ、腰が痛くなったりとかするんだけどさ、夏ってまああんまりないじゃん、そういうのって。なんかまあ暑ささえしのげられれば、もう別に病気になんないよね。熱中症だけ気をつけてればさ、まああと食中毒か、それはあるね。食べ物とさ、熱中症に気をつけさえすればさ、まあ乗り越えれるし、冬よりも夏の方がメリットがあるんじゃないかなって思うんですよ。っていう感じで一旦終わりたいと思います。以上です。